バールミーキは古代インドの聖戦、姿聖、古代インドの大長編女児子,子、ラーマーヤナの編纂者として知られる。出生年は紀元前500年頃から紀元前100年頃までの約400年の間のいずれかに生まれたと考えられている。生涯については全くわかっていない。ヒンドゥー教の神話と古代英雄コサラ国のラーマ、王子の伝説から女児子,子、 ラーマーヤナを編纂した。同作品の登場人物の一人でもある。彼は王家に生まれたが、間もなく幼子の時に森に捨てられる。そこに、たまたまいた盗賊たちは彼を拾い上げ、名を与えた上育てた。それから、幾多の年月を経て青年になっていた。彼は、一人前の盗賊として活躍し、道行く人々を襲い身ぐるみを吐いていた。ある日、偶然にも、 森林をさまよい象形を通りかかった聖戦、ナーラダを、彼は見つけいつものような調子で襲おうとする、模却リテサとされ、といいから、ついに人生の真実を理解し始め、ナーラダに許しを請う。それからナーラダから、あまねく刺激を受け、我が身を思い瞑想に吹け続ける。いつしか彼の周りを、アリノスの丘が覆っていた。そのことから、サンスクリット語で、 ありの丘を意味するバールミッキーと呼ばれるようになった。マハリシバルミッキーイズザグレートサージランド、オーサー・オブザラーマーヤナ。ありがとうございます。